それではですね、今日は、藤川心療内科クリニックの、院長であります、藤川先生に、お話をお伺いたく、来させていただきました。今日はよろしくお願いします。藤川先生はですね、心療内科の先生でいらっしゃいまして、私がその先生のことを知ったきっかけというのが、お客様からの問い合わせがすごく多くてですね、先生が書かれているこの打ち消しご飯を、読まれて、それで弊社の B レジェンドのプロテインを買いたいというお客様がすごく多くてですね、それで、あ、どんな先生なんだろうということで、ちょっといろいろと、お調べしてたら、先生がこの本の中で、B レジェンドを進めてくださっていて、進めてます。はい、それで、こちらですね。そうですね。はい、こちらで先生が勧めてくださっているので、これを見たお客様が、すごく電話でご注文いただく方が多くて、というのがご縁で、それで先生にご挨拶をさせていただきました。で、先生はですね、こちらの打ち消しご飯という本の他にも、薬に頼らず、うつを治す方法ですとか、うつパニックは鉄不足が原因だった。うんと、分子栄養学による、治療、症例集、などを出されていて、Amazon とか、楽天とかでも本も、すごく売り切れられてたり、先生がいろいろ本の中で、サプリメントについてご紹介してくださっていて、それで先生がご紹介なさるサプリメントというのはすぐに売り切れてしまったりというような現象が起こっているぐらい、やはりすごく、先生を頼られている、お客様が多いんだなということを感じています。で、今日はですね、先生は、特に、鉄と、プロテイン、タンパク質についての重要性というのを説かれていて、精神科医の先生なんですけれども、食事療法というのをすごく取り入れられている、先生、ということですので、その辺をですね、ちょっといろいろと質問させていただきたいと思っております。はい。最初にですね、先生がそもそも B レジェンドを知ってくださったきっかけというのは何ですか？プロ野球の球団が採用してるから。はい。西武球場で、そこやから B レジェンドの、見てから、知りました。他の球団も、どこが採用するのか、オリックスさん。そうです、ソフトバンクの方、そうですね、ソフトバンクさんもそうですね。球場広告出させていただいて、すごいですね、やっぱ球場広告の効果を、すごい先生がそれで知ってくださったと聞いて、ちゃんと、広告を出した効果がこういうところに感じられて嬉しいなって、すごい会社の中でも、すごく。それでね、Amazon でお試しセットを買ったんですよ。どれも美味しくて、非常に飲みやすくて、以前はね、うちのクリニックの1回目の薬局で、他の会社のプロテインを売っとったんですが、やっぱり高いし、美味しくない、ということで、去年の暮れから B レジェンドを全面的に入れ替えたという形になってます。ありがとうございます。で、非常に好評です。美味しい。嬉しいです。すごい売れてるみたいです。ありがとうございます。ちなみになんか先生も飲んでくださってお聞きしたんですけども、実は何の味がお好きですか？あ、熊本好きじゃない。熊本好きなんですね。やっぱり言えば。でですね、いろんな患者さん、来られるかと思うんですけれども、そういった患者さんにですね、プロテインを、おすすめしてくださっている、勧められているということなんですけれども、来た方に先生がプロテインをおすすめする理由っていうのはどういうところなんでしょうか？全員タンパク不足です。普通に食事をしている人は全員タンパク不足ですね。これが全ての病気の原因だと思います。うちの科のうつ病、パニック症、統合失調症に限らず、他の科の病気では、抗原病とか、アトピーとか、がんとか、全てそうですね。で、そういった、あとは女性とかも、いつも先生、そうですね。健康維持のためには、プロテインスコア換算で体重かけ1グラムのタンパク質が必要なんですが、その量というのが、卵3つで、タンパク質20グラム。
肉 200g でタンパク質が 30g、 つまり 50kg 体重の人であれば、あの卵3つと肉 200g で 50g 取れるから、まあ、病気の予防という意味ではいいんですが、そんだけ取れてる人はどんだけいるかなと思って、うん、ね、ほとんどいないと思うんですね。で、65歳の男性だったら卵3つで 20g と肉 300g で 45g か、で 65g ね、これが最低、普通の食事ではこれほど取るのは無理だと思いますね。確かにそうですね。毎日毎日これを下回ってはいけないという最低量です。だからそれをまあ補うためには、プロテインをうまく利用するのは非常に賢い選択だと思うんですね。で、健康を維持するためには体重かけ 1g、病気からの回復にはもっといりますよね。慢性疾患からの回復には体重かけ 1.5g もしくは 2g、それをもう食事じゃなくて取るのは絶対不可能ですよね。だからそこはもうプロテインを絶対補うようにですね、特に今男性よりも女性の方がタンパク不足が深刻ですよね。そうですね、女性って結構そのダイエット志向の方が多いですし、まずね、毎月生理でテスト何本も失うというのがないか ね、男性よりも必要量が多いというのもね、で、プラスあの男性ほど量が食べれない、そうです ね、だから本当は、旦那さんよりもたくさん肉を食べれる人だったらいいんですが現実的にはあの旦那さんの半分しか食べれない人がほとんどですよね。そうですね、だから非常にまあ足りてないと思いますね、あと妊娠出産で失われますよね、失われますし、だからその、ね、食事摂取基準とかでもやっぱりあの妊娠中とか、あの出産後とか の授乳中とかの、女性のタンパク質の必要量っていうのも、プラスされてますよね。でもそれでも足りてないと思うね。普段の 1.5 倍は絶対いるね、妊娠中、授乳中、自分の体を維持することとお子さんを育てる、つまり 1.5 倍ですよね。そうですね。やっぱり、ね、プロテインって、タンパク質ですし、タンパク質って本当にその私たちの体の、いろんなものを作っている材料だと思うので、そうですね。はい、ありがとうございます。それが今ね、どんな人にというのも、女性だったり、もちろん普通の人もみんな、タンパク質がなかなか食事で不足してるのに足りていない。ですとか、ちょっと慢性的な疾患をお持ちの方とか、そういった方は特に。あとでもう一つのタンパク質は、体に蓄えられないというかね。そうですよね。ずっとあの常に分解と合成繰り返す。そう。だから1日で3回に常に補給しとかないと、すぐに足りなくなるというね。いうことも、非常に重要ですよね。ありがとうございます。今先生のところにそのいらっしゃる患者さんというのは、もうあのその内容、どういう悩みがあったりとか、そういったものを問わずに、皆さん一律でそのタンパク質は取っていただいて、そうですね、もう初心患者は全員にプロテインを勧めてますね。ほとんどの人は飲んでくれますね。飲んでくれた人はやっぱり回復は早いね。言うても飲んでくれない人もいるけどね、そういう人に比べるとやっぱり早く元気になるね。そのタンパク質を取ることによって、どういったところがあの働いてその良くなるっていうところにつながっているの？まず、ね、薬の効きが圧倒的に良くなるね。代謝酵素を阻害やからね、薬が、なんとかブロッカーとか、なんとか拮抗剤とかね、でもあの代謝酵素に作用するのが薬ですから、代謝酵素自体はタンパク質ですから、だからタンパク質がしっかりあって、あの代謝酵素がしっかりとした量があれば、少ない薬の量でよく効くと。なるほど。で、逆にタンパク質が足りてないと薬は効かない。だから効かない薬を増やすと、増やしても効かない、増やすと今度副作用が出る、悪循環だよね。じゃあタンパク質を、プロテインとかで取ってもらうことによって、多くしてもらうことによって、それで消化器官とかも整うし、そうですね、酵素も、消化酵素も増えていくしね、それで、全てが整うことで、吸収も上がってて、あと代謝酵素が活性化するんですね、
いいこと尽くし、ね、いいこと尽くしですね。そしてですね、先生、先生にあの、まあ、患者さん来られた時にですね、うん、何回くらい飲むんですか？最低2回です。あ、うん、朝晩2回。あ、朝と晩ですね。ああ、で飲んだプロテインは、はい、あの数時間でもう全部効果切れちゃうね。だからあの1日1回だったらやっぱり効果が乏しい。まあ飲まないのは絶対だけどね、はい、でも2回以上飲むと圧倒的にいいんだよ。最低2回ですね。できればもっと飲んだ方がいいね。3回、4回、5回特にあの慢性疾患とか重病を抱えている人なんかはそのぐらい飲まんと思いますからね。先生の本を拝読させていただいたんですけれども、その中で、まあ、弊社ですと1回 の, その摂取量でタンパク質が 20g くらいのように提示させていただいているんですけれども、うん、先生は結構その1回の摂取量もっと多く、あの患者さんに勧める場合は 20g かける2、朝 20g、はい、夜 20g、 これがまず飲めるようになる、はいはい、飲めない女性が非常に多いよ。だからまずそれがちゃんと飲めて継続できることをまず、それが飲めるようになったらもっと飲むから、30g から 3g だよね。その人のもう消化吸収能力になってね、量を増やして、たくさん飲めたらその方がさらに効果がね。タンパク質ってやっぱりそのたくさん取りすぎた時の過剰摂取とかの心配の声があるじゃないですか。あのね、あの体重かけ 4.4g までは安全取りと思うんですね。あ、そうなんですね。体重かけ 4.4g って相当だよ。そうですよね。50キロの人でしたら220ですか。だから65キロだったらまあ300グラム近くね。つまり、ね、1キロのプロテインの袋で3日で飲み干すとそんだけ飲むとね、はい、吸収できないからトイレ結構なるよ。ああ、なるほど。まあ、どんな吸収能力いい人とかね、1日300グラム飲むと。はい。だからね、過剰者はありえない、理屈的に。なるほど、もう無理ということ。無理だよ。なるほど。腹いっぱいになるし、お腹下くなるし、吸収できないからね。だから実質的にね、過剰者はないと。飲めるだけ飲みされた。